R448.2003 号車 T の運用を外れ、正面の T のエンブレムが、イタリア国鉄の FS のものに交換されている。廃車後に、生体保存されていた、当時の R448.2007 号車、イタリア国鉄 R442 の448機動車は、イタリアのイタリア国鉄が保有し、T などで運行されていた。 アルミ442とアルミ448からなる2両固定編成の国際列車用機動車である。なお、本校ではアルミ442及びアルミ448の中間車として製造された LN60 及びアルミ442を改造したアルミ460についても記述する。西ヨーロッパにおける全一当社による国際列車である T は 1957年の運行当初、オーストリア、ベルギー、西ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スイスの8カ国の各国鉄が運行に参加し、12往復の列車がいずれも機動車で運行されることとなった。これは、各国それぞれに電化方式が異なるヨーロッパの鉄道において、国境駅での機関車の付け替えの省略と出入国。 管理等の列車内での実施による所要時間の短縮を図るためであり、各国は以下の通りの機材を用意した。これらはいずれも T 列車にふさわしい接客設備を有することとし、T 発足当初に設定された以下の設計要件が設定されていた。しかし、実際には当時の欧州各国の国力や経済状況を反映し、 第二次世界大戦の戦災からの鉄道網の復興途上であったイタリア及びフランスの機材と国を代表する国際列車として製造されたその他の国の機材とでは編成の量数や空調装置の有無など使用に差異があるものとなっていた。一方、イタリア国内では1930年代以降リットリナと呼ばれる1機もしくは2機のエンジンを搭載した。 機械式の軽量機動車が各地で導入されており、省力化や高速化、サービス向上などが図られていた。基本的には、機械式機動車であるリットリナは、最初の機体である1932年製のアルブ48及びアルブ64でも、車体の片側台車に送下した手機を運転士が前後、どちらの運転台からも操作可能なものであり、 その後1933年製のアルン56では、前後の台車に走加した2機の手機の総括制御が、1936年製のアルン556では2両編成以上の総括制御が可能となっていた。また、優等列車用としては3車体連接で2プラス1、列の3人掛け固定式、クロスシートの1等室、2等室と、厨房、配膳室、 荷物室を装備する ATR100 や2車体連設で、ベッドルーム、シャワールーム付きの個室と、ラウンジ、厨房、配膳室を装備する ATS1 も運行されていた。その後、1930年代には、DF1.15 液体変速機を搭載する液体式機動車であるアルン772が導入される一方、 機械式機動車も並行して導入されており、1 9五十年には遠隔操作五段変速の変速機と流体継ぎ手を組み合わせた機械式機動車のあ r 八百八十やある九百九十点一0 0 0が製造されていた。こういった状況の中導入されたあるに RN442 及びあるに四百四十八は、T 向けとして導入された二両固定編成の機動車であり、 1957年7から10月にある442.201から207号車及び、アルミ448.201から207号車の計14両が、1958年6月にある442.208から209号車及び、アルミ448.208から209号車の計4両の合計18両がブレダで製造されているほか、 平坦線での3両編成化用に付随車である LN60.201 から204号車の計4両が1958年に同じくブレダで製造されている。本形式は前述の同じブレダ性のあるん880をベースに手機の改良による出力増強と最高速度の向上などを図ったものとし、車体は T に必要となる接客装備の装備と、 前頭部などのデザインの変更などを図ったものとなっている。なお、形式名の A は動力車両、L は軽量、N はディーゼルを表し、442、448、60の10位と1位の42、48、60は座席数を、100位の4は総括制御が可能であることを表すため10位の数字、4を繰り返したもの。 基盤の100位の2はブレダ製を、1位と1位は製造順を表している。また、T で運行されていた、際の原車の車体表記は、T42220X もしくは T44820X であったほか、通常運行されていた、R2442 と R2448 の2両編成の状態では、R2442 から448と通称されている。 本形式は製造、試運転の遅れにより1957年6月2日の T の運行開始には間に合わなかったものの、同年8月及び10月より T のメディオラヌム、リーグレで運行を開始し、翌1958年には同じく T のレマノで1960年からはモンスニでの運行が開始され、並行して国内の列車にも使用されていた。しかし、 当初、機動車列車により運行を開始し、1961年には、スイス国鉄の来店 E 型電車による運行も加わった T であるが、固定編成の列車では、利用客の増減に対して、列車の編成量数を柔軟に変更することが難しかったため、1963年以降、伝統的な電気機関車の牽引による T の運行が開始されている。 特に編成が2両と短かったことと、冷房装置を搭載しない、本形式による T は1969から72年に、西ドイツの VT601 型や、イタリア国鉄などの t 用客車による客車列車に置き換えられ、その後は国内列車で運用されることとなった。なお、これに伴い、1974から79年に、アルニ442に対して、 キッチン等の教職設備を撤去して、客室とする改造が実施されて、アルニ462、形式変更されており、引き続き、アルニ448との固定編成で、使用されている。各機体の形式基盤と製造年、製造所、その後の経歴は、以下の通りである。アルニ442及びアルニ448の、形式図、リーグレメディオラヌブレマのモンスに、 ありがとうございます。